スペインの皆様おはようございます日本の皆様こんにちは CDTI と n e d の合同ワークショップ2日目にご参加いただきありがとうございます私は n e 国際部の加藤と申しますジャパンスペインイノベーションプログラム JSIP についてはこの後ご説明しますが JSIP の NEDO 側のナショナルマネージャーも務めています本日は昨日の CDTI 側ナナショルルマネーージャーのペルスささんに代わり司会をさせていいいたただきまますすどうぞよろししくお願いいたします昨日は合同ワークショップのメインテーマ水素のもとサブテーマの一つであるグリーン水素の生産についてご講演をいただきましたが本日はもう一つのサブテーマである水素の使用や適用モビリティについて8名の方にご講演をいただきます。 では、本日のオープニングセッションとして CDTI のペレスさんと私がまずジャパン・スペインイノベーションプログラム j s i p についてご説明させていただきます。では,は、初めにペレスさん、よろしくお願いします。 こんにちは、おはようございます。加藤さん、ご紹介どうもありがとうございます。私の発表ではまず、CDTI について簡略にご説明させていただきたいと思います。昨日、ポン理事長の発言をお聞きになれなかったご主役の皆様に、 スライドにありますように CDTI はスペインの科学イノベーション省の配下にございます公共事業体です。他の国々で国家イノベーション庁 と呼ばれている組織に匹敵します主な任務は技術革新を通じてスペイン企業の競争力を高め国際化を推進することにあります。CDTI は1977年に創設され、スペイン企業の RDE プラス I プロジェクトの支援に取り組んでいます。300名ほどの従業員がおりまして、本部はマドリドですが、 ススペイン国外10カ所にオフィスがあります私どもは40年以上にわたり企業の研究と技術開発を支援してきております。それを示すいくつかの数字がご覧いただけます。現時点までに2万6000件のプロジェクトを支援し、これは1万3000社以上、そして265億ユーロの資金援助を意味します。 そして163億ユーロは直接援助、残りの102億は EU の国際プログラムへのスペインの参加によるものです。企業の RDE プラス I ・研究開発イノベーションの CDTI の援助活動は3本の柱に基づきます。現在援援助助国際会の援助 そして上限とサービスの提供です。このスライドで先ほどの3本の柱に基づく CDTI の活動の詳細がご覧いただけます。の話が長くなりますのでご説明はいたしませんがご参照いただければ幸いです。スライドで CDTI がスペイン国外に展開している SOST 事務所の所在をご覧いただきます。SOST はスパニッシュオフィスフォーサイエンスエンテクノロジーの頭文字です。日本の場合、東京にある c d t i SOST の事務所の所長はアダンバラ・アキッサ氏です。では、GSIP プログラムのメカニズムをご説明いたします。 スペイン側パートナーが取るべき手順、スライドの右側を中心にお話しします。CDDI の電子オフィスを通じまして、スペイン側パートナーはまず、 日本のパートナーとの国際協力プロジェクトのために JSIP 認証ラベルを申請するために書類を提出する必要があります。CDTI の方でその国際申請及びすべてのパートナーが証明したコンソーシアム契約を含むそうした書類を 受領しますと、その書類の形式と、それしてまた最低価格的確基準というものがありまして、それが満たされているかを確認します。例えば、期間ですとか、最低予算、あるいは民間用である事業パートナーのタイプであるとか、国際協力があるような双方の予算の。 均衡があるかどうかそうした基準が満たされているかを確認いたしますそして CDTI からスペイン側バートナーに国際プロジェクトに関連した経済援助申請に関する書類の2回目の提出を求めます これは CDTI の中での内部プロセスとなります。JSIP 認証ラベルの授与と CDTI 援助の承認ということで、このプロセスが並行して行われます。CDTI 内での JSIP 認証ラベルの承認の最終決定は、 技術上および資金面でのプロジェクトの評価が肯定的であるかどうかによりますもしプロジェクトが全ての必要な承認をクリアしますと CDTI そして NEDO の両機関から JSIP 認証のラベルを取得しますこの JSIP 認証ラベルにはスペインガーパートナーが CDTI に申請した経済援助が結びついています この CDTI の援助はソフトローンと助成金部分で構成されています。CDTI の,のソフトローンの中でも GSIP ラベルの援助は助成金部分の割合が高く国際技術的協力プロジェクトに適用されるパーセンテージが付与されます。このスライドでは JSIP プロジェクトに参加するスペンン側のパートナーに、えー、ソフトローンプラス助成金で構成される資金援助スキームを。 提供することになりますソフトローンプラスまあ助成金が支付金額のうちの助成金部分ということです電流額はスペイン側パートナーのプロジェクト予算の最高85%までカバーされます そして助成金部分は貸付金額の33%を適用して計算されます。ただし CDTI の理事会でスペンガープロジェクトの予算として承認された総額の75%を上限とします85。85%までの間の,その過剰分ですねは助成金部分。 とはみなされません。貸付の返済期間は10年で、有、え、効、ー、期間はあ2、3年あります。利率は有利方の年率固定金利で、現在はそれは0%となっております。スペインの申請の方々に参照していただける資料がホームページにもございます。 でスペインの申請者の方々に特にコメントなんですけれども公的経済援助なしに日本のパートナーが自己資金でプロジェクトを実行する決定をした場合にも JSIP 認証ラベルを申請することができます。この場合 CDTI はスペイン側のパートナーに今説明したのと同様の経済援助を提供いたします。 えー、以上で私からの発表は終わります。どうもご清聴ありがとうございました。j h i p プログラムに関して何かご質問などございましたらご連絡,ご連絡ください。それではまた加藤様に,加藤様にお言葉を譲ります、はいえー。ここからは私、加藤が NEDO について説明させていただきます。は エネルギー地球環境問題の解決と産業技術力の強化という2つのミッションを掲げ1980年に設立された経済産業省諸葛の国立研究開発法人です国内及び海外で技術開発実証に取り組んでいます概要についてはこのスライドをご覧ください次お願いします 主な取り組み分野は、エネルギーシステム、エネルギー保全及び環境、産業技術、新産業創出及び技術シーズの発掘となっています。総額約12ユーロがエネルギーシステム、エネルギー保全及び環境と産業技術にそれぞれ4億ユーロ、残りが産業創出及び技術創出という配分になっています。 次お願いします。ネドはこの図の通り北米、欧州、アジアに計6つの会合拠点を持っています。欧州ではパリに拠点があります。次お願いします。ジェーシップは2008年の協力協定を締結後、2012年に第一回のワークショップを開催。 今回で10回目となります。ペレスさんより説明したジェーシッププログラムは2009年に開始し、今日までに14件の実績があります。次お願いします。ジェーシッププログラムでは2009年開始以来14件を採択。予算規模は約111億円。 8, 万ユーロでしたさらに2020年にはグローバルスタンダードプログラムで1件を採択いたしましたセクターごとの割合はこの表にありますとおり約50%がエネルギー製造輸送技術30%が IT コミュニケーション残り20%が科学環境材料技術となっています次お願いします。 ここに過去9回のワークショップの概要を示します。第1回のテーマ、再生可能エネルギーから始まり、直近では2018年及び2019年と連続して洋上風力発電をテーマに合同ワークショップを開催いたしました。次お願いします。これは、 ペレスさんが説明したスライドと同じものですが、同じものです。j s シ i p は NENO と CDTI が共同で案件を審査し、的確な案件を認証に認証を与えるものです。彼女は j s シ i p について、右側のスペイン部分について説明しましたが、私は左側の日本部分について説明いたします。次、お願いします。 日本の申請者は申請書およびコーポレーションアグリーメントのコピーを n e に提出していただきます。スペイン側は企業、日本側は企業、大学、公的機関研究機関のうち少なくとも一法人がそれぞれ参加していること、および日本、スペイン間で 国際共同技術開発という形態を取ることに期待されるメリットが認められることこの2点が n e の審査基準です年度や分野により異なりますが NEDO 及び CDTI の両認証・ラベルを前提として日本側法人に資金援助ができる場合もありますので詳細はお気軽にお問い合わせください ごご聴ありがとうございました。ではあ本日のテーマである水素使用適用技術モビリティ FCVFC FC バス FC トレインおよび水素充填ステーションについての講演に移らせていただきます。 はじめにトヨタ自動車トヨタゼブファクトリー商用ゼブ基盤開発部主査担当部長の佐野誠二様に FC デベロップメントイントヨタについてご講演いただきますでは佐野様よろしくお願いいたしますはい、ご紹介ありがとうございますトヨタ自動車の佐野です ベノスディアス、み n o m b スセイヒサノ、えー、それではあのトヨタにおける FC 開発について報告いたします。トヨタの FCV 開発の歴史になります。FCV 開発のチャレンジは1992年に始まりました。 20年以上の開発期間を経て2014年に世界初の量産 FCV として初代未来を発売いたしました初代未来は世界で1万台以上が販売され走行距離の合計は2億 km を超えております高圧水素と FC の安全性と信頼性を、今まさに世界中で実証していると言えます。昨年12月に、高速生産、コスト低減、機能向上などの多くの技術革新を織り込んだ第二世代未来を発売いたしました。 将来のサステナブルなカーボンニュートラル社会に向けた出発点と考えています第2世代の技術進化に続き今後もさらなる技術進化にチャレンジし続けていきますそしてより多くのアプリケーション例えば運輸 鉄道、船、航空機、さらには街に展開できるようにチャレンジしていきます。今年2月に FC モジュールコンセプトを発表いたしました。燃料電池も縦置き、横置き、出力違い、タンクも 軽と長さ違いのバリエーションを用意してより多くのアプリケーションに提供できるように取り組んでいますフォークリフトトーイング定置発電機鉄道船電動飛行機トラックバス電力供給車など より多くのアプリケーションに採用していただけるようにバリエーションパッケージングサービスサポートなどに取り組んでおりますこちらは第2世代の燃料電池スタックの技術進化を示していますより多くのアプリケーションに展開していくために小型軽量化を実現しました 第2世代では MEA 製造セルアッセンブリーの高速生産も実現しました高速生産により年間3約3万台規模の生産体制を実現しました燃料電池の心臓部である電解質膜への触媒コーティングの動画をご覧いただきたいと思います あ、すいません。共有されていますか。<う>こちらが、えー、触媒コーティングの動画です。続いて右側は M. E. A. の検査工程になります。 続いてセルアッセンブリープロセスの動画をご覧いただきたいと思います。こちらは UV 照射による接着剤の硬化プロセスです。右側は、えー、接着あの熱可素性樹脂の成形プロセスです。 いずれも3万台、年間3万台、えー、まあ数秒に1セルの製造スピードを誇っております。最後になりますが、トヨタとスペイン企業の連携についてです。水素燃料電池に関する協業は、実はもうすでに始まっております。 トヨタは FC モジュールを電車向けに提供して、レンフェ、CAF、アディフ、CNH2 などと協業を開始しています。この取り組みを発展させていきたいと思います。また、トヨタはポ、ポルトガル企業のカエターノとも定携バスを開発しましたが、 その FC バスがバルチェロナに導入されると聞いています。えー、スペインのカーボンニュートラル化の実現に向けて、えー、全力で貢献していきたいと思います。ご静聴ありがとうございました。あ、先に進めさせていただきたいと思います。あ佐野さん、どうもありがとうございました。えー、次はあタルゴ社のディレクター・オブ・イノベーション・デパートメント。 おミスターガルシアアミリオガルシアさんにビッタルワントレインについてご講演いただきます。ではガルシアさんお願いします。私の大好きな gracias señor k スペインの皆様、おはようございます。私の、えー、プ,レゼンプレゼンテーションは、えー、タルゴ、えー、私の会社の企業の紹介をさせていただきたいと思います。第2部としまして、水素の取り組みおよびその課題についてお話を。 させていただきます、えー、そして、えー、協力の可能性を、えー、模索したいと思います。えー、タルゴは、えー、鉄道車両のメーカーです。創業は1942年。大変、えー、イノベーティブで、えー、変革的な。 取り組みを行って、えー、スタートしました。えー、そして、えー、それその後、えー、鉄道業界に数多くのイノベーションや革新技術改革をもたらしてきました。えー、例えば、えー、機関の異なるさまざまなところで走行ができる自動機関可変列車の開発や、 その他、フリコシステムの開発などを行ってきました。そ,シムしたそして、特に超高速列車の開発に力を入れております。また、後ほどお見せしますが、非常に画期的な ヨーロッパ向けの開発事業についてご説明いたします。弊社の情報を少しデータでお示しします。世界中での活動をしております。北米、ヨーロッパ、カザフスタン、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦。 長年の実績、そしてーメーカーとしての実績,ーーの実績、信用も積み重ねてまいりました。こちらは私たちが製作,製作している高速鉄道です。こちらは。 スペイン国内を時速360キロメートルで走行しているものです、えー。そして、またサウジアラビアでも砂漠を走行するという特殊環境での運用もしております、えー。また、もう少し複雑なシステムを搭載したもので、タルゴ・デュアル250型です。 デュアルというのは、路線の電化度有無を問わず走行が可能になるというシステムです。えー、つまり、えー、線路、路線の条件を問わず、機関の条件を問わず走行することができます。えー、そしてこちらが。えー 今現在、技術使用処理、欧州の技術使用処理に応じて制作している、開発しているものです。えー、これは日本ではあまりないかもしれませんが、3隻プラス2隻、えー、これはヨーロッパの期間の制限によるものなんですが。 例えば、日本で設計された車両は、例えばこちらのトンネルなどを通過することができませんので、こういった仕様になりますが、私どもでは、こちらの規格に合わせまして、3隻プラス2隻の列を形成した列車を作りました。 そしてこちらは中距離路線で活用している弊社の花形製品です。例えばこちらのドイツ・バーンズ・タルゴ EX は3か国で認証を取得したマルチシステムを採用した動力車を配備しています。そしてタルゴ・ビッタル・コミューターこちらは中距離列車となっております。 加速力に優れ、また水素エネルギーを活用したデュアルシステムを採用しています。今現在、弊社が取り組んでいる課題についてお話しいたします。現在、私たちは第1段階に、に第1フェーズにありまして、 こちらは実験車両になりますが、もうすぐ実験段階が終わります。水素および電力のハイブリッド車,車両となっております。電化路線ではパンタグラフを使って給電を受けることが可能です。しかし、その給電ができない部分では水素による走行が可能となっています。 この水素技術を活用したテクノロジーの認証を今、取得するところでございます。また、私たちの超高速列車の開発には、これらのコンセプトにより、CDTI からのご支援をいただいております。 こちらの電力モードの最高速度は時速1220キロ、水素モードでは140キロ、水素モードの電車は800キロとなっております。えー、そして必要に応じて水素技術、水素により走行する列車となっております。 ヨーロッパでは約40%、そしてスペインでは50%の非電化路線があります。そして、現存する鉄道網をすべて給電しますと、大変にこれが高額なコストとなってしまいます。 そのため、これらの鉄道網において、このデュアルモードの走行を行うことは大変メリットのあることであります。こちらの図で示しております、それぞれの交通手段により排出する CO2 の。 ものを示しておりますが、鉄道はこの中でも特にそのエミッションの少ないものとなっております。最後になりますが、弊社が挑戦して取り組んでいる事項についてご説明いたします。これ,これらの分野で日本とスペインの間での協力ができればと思っております。まず、水素セル。 ーバラード、えー、シーメンズなどが200キロワットのバッテリーを開発しておりますが、私どもは。 500キロワットの水素燃料電池の開発に取り組みたいと思っておりますそして30年の長寿命燃料電池の開発を検討しております特にこの点につきましては重量が特に重要になります そして、高電圧駆動用バッテリーの開発に取り組みたいと思っております。今、現在800キロの自走距離を検討しておりますが、これをさらに増やしたいとも思っております。<ペー>そして、 グリーン水素の生産量および供給量の確保、これにより、やっぱり水素技術の推進が必要となっておりますそして今、現在、水素で駆動する鉄道に関する認証制度がございません。 ですので、例えばトンネルを通過する際の条件や都市部での条件などを定めた規制が必要だと考えております。私たちは交通、運輸、そして、 供給を行っている企業との連携を深めていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。この15分、皆様まに私のプレゼンテーションをさせていただき、大変嬉しく思います。どうもありがとうございました。では次は、豊田通商株式会社、ネクストモビリティ推進部、FC モビリティ推進グループ、グループリーダーの、 井上彦様にクリエイティングハイドロジェンプラス FC モビリティユーティライゼーションモデルについてご講演をいただきますでは井上様よろしくお願いいたしますはい、あのご紹介ありがとうございますあのトヨタ通商ネクストモビリティ推進部 FC モビリティ推進グループの井上と申します本日はよろしくお願いいたします画面投影させていただきます はい、あのご紹介に預かりました通りですね、まあ本日は、えー、F 水素と FC モビリティの利活用モデルの創出というテーマで、えー、当社の取り組みについてご紹介させていただきたいと思います。あの本日はこのような貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、あの会社の概要としましては、えー、このスライドで、えー、お示した通りになって でございます、えーまあ、トヨタ通商株式会社は、ですねあの日本の、えー、名古屋と東京に本社が、えー、ございまして、えー、120の、えー、国や地域において、ですね、えー、単体で、えー、社員、えー、3402名、えー、連結で6万4402名が活動しております。はい あの当社はあのトレーディングや投資を行っていいる会社でございますあのトヨタグループは、えー、17社、えー、ございますけれども、まあ、当社はその一員としまして、えー、海外や新しい事業開発におけるオーガナイザー、えー、コーディネーターそれからパイオニアとしての役割を果たすべく活動しているところでございます。 はい、あの当社の組織につきまして、えー、簡単にご紹介させていただきます。あの左側のあの青く編み掛けした部分、えー、金属、自動車、えー、機械、エネルギー、それから食料、生活などですね、えー、7つの営業本部がございますけれども、えー、昨今、あのそれぞれの分野にまたがった、えー、ソリューションの提供というものが求められてきております。えー、まあ、こうしたニーズにですね、お答えするために。 全社横串の部署タススクフォースを組成しておりますあの私の所属しております、ネクストモビリティ推進部、こちらの真ん中の赤く枠がかかってもるところですけれども、こちらもその一つでございまして、ケースと呼ばれるです、ね、日本あの自動車産業の環境変化に対応していくために、ハンズオン型とベンチャー型に使い分けまして、 新たな事業機会の創出を進めております今回はです、ね、このネクストモビリティ推進部の水素燃料電池 FC です、ね、関連の取り組みについてご紹介させていただきます。はい、こちらがわれわれが目指す事業モデルでございます。 我々の部隊では主に上段に記載しております地域に合った再生可能エネルギーから水素を製造しましてアプリケーションに応じた最適な水素供給モデルを構築するための取り組みを推進してまいりました並行しまして当社の別部隊ではですねトヨタ自動車ん製の燃料電池を活用したさまざまな機器の開発にですね 開発のフェーズから関わらせていただいております。一方でユーザーの方々からすると、この FC モビリティと水素インフラというのが一緒にないと導入はできません。そこで我々は最適な水素供給と FC モビリティをパッケージにしてユーザーの皆様にお届けする利活用モデルのご提供というのをターゲットモデルとして取り組みにさせていただいております。 現在当社ではアメリカのカリフォルニア州ロサンゼルス港での水素利活用ポテンシャル調査を、ね、NEDO さんからご支援をいただきながら進めているところでございます。はじめにその背景について簡単にご紹介させていただきます。すでにカリフォルニア州ではこちらにお示ししている通り乗用車のゼロエミッションビークル規制の導入が進んでおりますけれども今後はですね 2024年から同様の規制がトラック向けにも始まりますしバスも2040年までにゼロエミッション化する計画が発表されております今回われわれが FS を行っているロサンゼルス港ロングビーチ港ではです、ね、クリーンエアアクションプランの中で2030年までに港湾内の200機械すべてをゼロエミッション化2035年までには 港湾を出入りするブレイズトラックすべてをゼロエミッション化する動機表が提示されておりますこうした野心的な目標達成に向けまして大型で稼働時間の長いアプリケーションにおいては特に FC に期待されている役割は大きいと認識しているところでございます 次に当社が目指すモデルと実現に向けたステップについてご説明させていただきます現在ロサンゼルス港では港湾二役機械およびコンテナを移送するドレージトラックのほとんどがあのディーゼルエンジンで稼働していますこの大型の荷役機械はあのゴスリンスタンドに給油に行くことができないので経緯を積んだトレーダーが夜間ですね機器が稼働していない時間帯に 港湾内に入ってきまして、経油を給油して回るというオペレーションで運用されております。ユーザーである港あ湾オペレーターの方々は、この運用は変えられないというご事情がございますので、われわれは同じスキームで水素供給を実現する方法を検討してまいりました。こちらの,あの図にお示ししております、この H2 モバイルリフェーラーですね。 こちらは水素を超高圧で輸送しまして、効率的に水素を70メガパスカルという高圧で配って回ることができる機器でございまして、こちらを開発しているアメリカのベンチャーの企業の方々と提携しまして、ですねこの図のようなスキームを構築するべく検討を進めているところでございます。えっと、ステップとしましては、 まずネドさんにご支援いただいているコアニア機械それからドレイトラックの FC 化と水素インフラ導入による利活用ポテンシャル調査こちらをですね21年3月までの予定で実施しております並行しましてこちらの黄色の線で囲われている運用実証をですね来年の年初から実施するべく準備を進めているところでございます こちらの運用実証ではあの、トップリフターという、あのえー、こちらですねあの、トップリフターという大型の、えー、港湾の200機械1機を、えー、2FC を搭載しまして、えー、モバイルディフェーラーで水ス素スを充填する予定でございます、えー。次のフェーズとしまして、こちらの青い線に囲われているところですけれども、えー、港湾200機械の種類、えー、台数を増やしまして、 さらにはこのドレージトラックも複数台 FC 化をして、水素を製造・供給する一定規模での実装実証に詰めたいというふうに考えておりますこちらにお示ししております、ドレージトラック、トップリフター、レアドトラクター、RTG、こちらでですねこの青枠の中で囲まれているところですけれども、こちらでロサンゼルス港で排出されている CO2 の9割以上を排出しておりますので、 これらの機器ををを FC 化を優先してて取りり組んでいいくという計画を持っております。さらにあの、外側の緑の線で囲われている商用化のフェーズでは、それぞれの台数を増やしまして、需要をこう束ねることで、ドレッジトラック用の大型のオンサイトステーションも設置しまして、安価で安定的な水素が供給できるモデルを構築したいというふうに考えているところでございます。 オンサイト水素ステーションというのは、水水水素素素製造と直結した水素ステーションのことでございます。水素の輸送の必要がないので安定的な需要に対しては安価に水素を調達することが可能になります。なおあのカリフォルニアにおきましてはあのバイオガスが比較的安価に調達が可能なためバイオガスによるガスバイオガスのガス回数で水素を製造する計画でございます。 こうした需要創出と最適な規模での水素製造、供給のインフラ整備を一体で進めることで、分散型の地産地消モデルを複数展開していくということを考えておりまして、こういった活動を通じてです、ね、ロサンゼルス港のクリーンエアアクションプラン実現に寄与していきたいというふうに考えているところでございます。 あの前のページでお伝えしました、現在、ネオさんからご支援いただいて行っております、ポテンシャル調査について、概要をご紹介させていただきます。前のページでご紹介したターゲットモデルの FS 調査としまして、1つ目ですね、ロサンゼルス港において、おけるあの港湾に機械やトラックの FC 化による水素需要のポテンシャル調査。 2つ目がリニューアブルガスをベースとし,ました水素製造・供給に関する調査。3つ目が地産地消モデル全体の事業,事業性調査を今年度末までの計画で実施,するとこ実施しているところでございます。なお、このポテンシャル調査と並行しまして、移動式水素充填車と FC 化した大型磨役機械一機による運用実証を 来年年年から半年程度行う予定でおりますこちらではあの次のステップの実証実証を見据えまして技術面それから運用面の成立性ですとか課題を検証することを目的としていましてこの運用実証の結果も、えー、ポテンシャル調査にてご報告する予定になっております。 あの最後はスペインののの方々とのコラボレーションの案についてでございますスペインで展示されていますナショナルストラテジオンハイドルジェンでもです、ね、モビリティと港湾で水素導入を推進されるというふうに記載,して記載されておりますので我々とのコラボレーションの可能性は非常に高いというふうに認識しております我々の目指す FC モビリティと水素供給のパッケージモデルを スペインでぜひ実現したいと考えております例えばの例としまして2つここに記載させていただきました1つ目はですねすでに商品化されている FC バスのフリートとですね水電化による地産地消モデルでございますバスフリートオペレーターに対しまして FC バスと需要に合わせた最適な水素インフラをパッケージでご提供したいというふうに考えております えー、二つ目は、えーっとあ、ごめんなさい、1、えーまあ、つ目のところですけれども、スペインはです、ね、再生可能エネルギーがあの安価でございますので、えー、水電解によるオンサイト水素ステーションと FC バスフリートのモデルは、えー、成立可能性が高いというふうに認識,認識しているところでございます。2、はいえー、つ目の例としましては、先ほどご紹介しました港湾での FC 水素、ね 水素利活用モデルの構築でございます、えー、ロサンゼルス港での知見も生かしながらスペインの港ならではの最適なモデルを構築することで、えー、カーボンニュートラルポート実現に貢献したいというふうに考えているところでございます、はい、あの私の,あの、えー、発表は以上になりますご清聴どうもありがとうございました はいはい井上様ありがとうございましたえ次はナショナルハイドロジェンセンター CNH2 のオープンイノベーションユニットプロセスエンジニアのクリスティーナバジェステル様に H2 ポートインプレメンティングフュエルセルズ＆ハイドロジェンテクノロジーズインポートについてご講演いただきますでは。 バジェステル様よろしししくお願いいいたたまますすご覧だけてますでしょうか私はクリスティナ・バジェステルと申します。国立水素研究所のオープンイノベーションユニットのエンジニアです。 今回のこのワークショップでは H2 ポートプロジェクトをご紹介いたします。こちらは水素および燃料電池の港湾施設における活用の取り組みです。私たちはヨーロッパおよびスペイン国内でも水素および燃料電池を港湾施設で活用していこうと考えています。 <noise> このため c l h 2はこれらの分野の関連事業や研究サービスを多く実施しております。うん、その中でこの H2 ポートプロジェクトを推進しています。うん、こちらは。 FCHJU を通じた欧州委員会の資金で実施されているプロジェクトです。こ当プロジェクトは、これまで化石燃料に基づいた従,従来の方式から、港湾産業の炭素利用率、比率を低減するための取り組みとしてスタートしました。 エランテリアルプレゼンテーションこちらでは先ほどのプレゼンテーションも大変興味深く拝見させていた,た日本側のプレゼンテーションも大変興味深く拝見させていただきましたつまり港湾施設でのディーゼル燃料の低減をするというのが取り組みの主な目的となります こちらはルバレンシアの港で3つのプロトタイプを展開しています。まず1つがリーチスタッカー、こちらは MCC ターミナルで運用して実証を運用しております。 そしてもう一つがヤードトラクター、もしくはターミナルトラクターで、こちらはグラデリーグループのターミナルで運用します。これらの2つのモビリティに対する HRS ステーションも展開しております。このこステーションは可動式としまして、各ターミナルの車両に水素を供給するシステムとなっております。 こうして関連する技術を組み合わせてのプロジェクトとなりますこのプロジェクトでは水素、サプライチェーンの各段階全体の参画を呼びかけて結成、コンソーシアムが結成されました。 まず、公的機関としてバレンシア公安当局、研究機関としまして私と私も SCNH2、イタリアのアテナ、そしてバレンシア港ターミナルのエンドユーザーとしての MSC およびグリマルディ各グループ、そして工業からはハイ,エスタハイスターエール社とバラド社が参加しています。 そしてプロジェクトの調整事務局はバレンシア港の RD 部門であるバレンシアポート財団となっています。このプロジェクトは6つのワークパッケージで構成されています。ワークパッケージ1はプロジェクトの編成および運営を行います。リーダーはバレンシアポート財団です。ワークパッケージ2は可動式水素ステーションの設計を制作します。設計および制作をします。リーダーは私たち CNH2 です。 そして、えー、ワークパッケージ3はハイスターエルクが資金を取り、リーチスタッカーの施策を開発します。えー、そしてワークパッケージ4はアテナイタリアのアテナがリーダーとなり、ターミナルトラクターを開発します。 そしてワークパッケージ5は CNH2 n H 2とバレシアポートザイドが連携し、ディスク管理戦略を策定します。そして最後のワークパッケージ6がコンソーシアム全体が参加し SN、SNS やニュースレターを通じたプロジェクトの PR などを行っております。 CNS2 がリーダーとなっているワークパッケージ2はこのユニット、この水素供給ユニットを製作しています。まずバッファータンク。 タンク容量は40バールで180キロ水素180キロとなっております。そしてコンプレッサーは10から40バールの加圧により300から450バールまで水素を圧縮するコンプレッサー。そして300から450バルー450バルで水素を貯蔵するコンプレッサー。 カータンクがあり、えー、これらをィィ、えー、これらをリーチスタッカー,ーおよびターミナルトラクターへ供給する稼働部がございます、えー。ですので、固定部と稼働部の 2>, ィィィィ2つの設備で構成されたものとなります。 こちらのワークパッケージは CNH2 がリーダーとなっております。こちらの予算としてましては、80万ユーロの資金を調達できております。えー、そして350バールでの供給を可能としております。ワークパッケージ3は。 えリーチスタッカーの方へプロトタイプを制作していますブーこちらはヌベラ社あのえ燃料電池を使用していますついて出力は120キロを絵バットですえこれにより12.8万キログラムの前間カーボンフットプリントの削減が稼働だと考えられています 1>, 1日の推定消,消費量は2 1 6キロ g 1日リシフトの稼働を想定しています。ワークパッケージ4は、アテラ研究センターがリーダーとなり、ターミナルトラクターの設計を行っています。こちらは今現在、ディーゼルで既存稼働している既存のモデルの改造を行っております。こちらターミナルトラクターは、テルバーグ社のものとなっております。 えー、搭載される電力電池はバラード車のもので、えー、推定出力は80キロワットとなっております。1日あたりの推定水素水消費量は12.3キロ、えー、そして1日2シフトの稼働を想定して設計されています。えー、これらのクロジェクトの目的一つとしましまて 複数の水素技術のを港湾施設に導入させるという目的があります。これまでに挙げましたバレンシア港におけるプロトタイプ3種の運用により、セビトレーラーへの圧縮、充填、そして各ターミナルへの輸送及び供給。 またプロトタイプ2種への供給と必要となるロジスティックスの検討、そして港湾設備水素ステーションを設置する際に考慮すべき安全対策全般と許認可の検討などが含まれます。また、これらの取り組みを導入することで採算が取れるかといった検討も行い、 この横展開、別の公安設での横展開も視野に入れた応用性の調査も行っております。 現在のプロジェクトの計画はパンデミックにより遅延が生じております。ただ水素による産業改革の取り組み同様の遅れとなります。本プロジェクトは2019年にスタートし。 それぞれのワークパッケージえ状況を見る限ぎり、2022年に、え。ー バレンシア港で実証試験、実証運用が始まる予定です。他のプロトタイプ2種も6月から2022年6月から7月にかけて準備を進めているところです。その後、2年間にわたって運用を行い、2024年に検証結果をまとめた報告書を作成する予定です。このプロジェクトは日本のようにキャプティブフリートがある産業環境。

また、えー、例えば海運や空運、えー、などでの活用方法で、えー、共有できる、えー、ところがたくさんあると思いますが、えー、日本に、えー、おける、えー、日本の産業に、えー、おける、えー、キャプティブフリートのある産業環境における燃料電池の活用方法としまして、 えー、これらのカーボンフリット,カーボンフットプリットの削減のプロジェクトが考えられると思います。えー、私たちのプロジェクトについては、こちら、h 2 p ー r t e u などからご登録いただけますと、ニュースレクターをお届けすることができます。 また、SNS での情報発信も行っております。また、ウェブサイト、SNS を通じた支援および応援を頂戴できましたら、大変ありがたく思います。ご質問等ございましたら、また CDTI 様を通じてお寄せいただければ幸いです。 ありがとうございました。えー、バジエステル様ありがとうございました、えー。ではここで10分間の休憩を入れさせていただきたいと思います。で今日はあの時間通りというよりは5分ぐらいあの早く進んでおりますので、えー、今日本時間で5時5分、えー、スペイン時間で朝9時5分でしょうか。従いまして10分後の、えー、日本時間で。 5時15分、スペイン時間では9時15分から再開させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、後半を再開させていただきます。次は岩谷産業株式会社技術エンジニアリング本部水素,水素ステーション建設部長の広谷隆一様に ビルディンググローバルサプライチェーンについてご講演いただきますでは広谷様よろしくお願いいたしますえ岩谷産業広谷です本日はジョイントワークショップでお話しさせていただく機会をいただきありがとうございます私自身10年くらい前になりますが オランンダやスペインには何度か報道もしたことがあります水電解を利用した水素ステーションや水素安全に特化した施設がありまた風力や水力など自然エネルギーを早くから活用しているイメージがございます本日は水素社会に向けたグローバルサプライチェーンの構築についてお話しいたしますよろしくお願いいたします はじめに、岩谷産業の会社の紹介をいたします。岩谷のコアビジネスはガスエネルギーです。現在、産業用、家庭用 LPG を全国に供給するエネルギー事業が売上の約半分を占めています。水素事業は産業ガス、機械事業分野に属しており、現在、水素は産業用を中心に水素ステーションへの供給を行っております。 岩谷の水素の歴史についてお話しします。当社の水素への取り組みは80年前の1940年に遡ります。1958年に兵庫県尼崎市に水素製造会社を立ち上げ、1978年にはロケット試験用の液体水素の供給を開始し、その当時から現在に至るまで タンクローリーにて種ヶ島まで供給を続けてきております。2006年4月には大阪府堺市に日本初の大型液化水素製造拠点ハイドロエッジを稼働しました。これが本当の液化,液化水素供給のスタートとなりました。2014年には日本初の商用水素ステーションを開業いたしました。 2019年には米国での水素ステーション事業も開始いたしました。現在、岩谷は水素の日本、日本の水素マーケットシェアを70%持っており、液化水素については100%のシェアを持っております。岩谷の水素供給能力は現在1日当たり約30トンです。液化水素プラントは 千葉、大阪、山口の国内3カ所に備えており、12カ所の圧縮水素工場と合わせて水素を供給しています。液化水素の供給量は年々拡大しております。水素サプライチェーンの将来のビジョンについてお話しします。作る、運ぶ、使うのサプライチェーンをつなぐ必要があります。 水素のソースは海外のからの輸入も活用した CO2 フリー水素の大量確保を行います。これまでの LP ガスや LNG のように液化水素ターミナルを核に水素の供給拠点を整備していきます。水素の利用は産業、発電、輸送といった分野に広く拡大していくことが期待されます。 ネド事業で実施しているハイストラと呼ばれるプロジェクトの事例をご紹介いたします。2030年の商用化を目指して、技術実証組合で CO2 フリー水素サプライチェーンの構築を実証しております。オーストラリアでカッタンを利用して液化水素を製造し、CCS も行います。神戸空港島に輸入ターミナルを建設済みで、 今年中にはオーストラリアに向けて、エ化カ水素船が出港する見込みです。このハイストラでは、水素輸送、貯蔵の実証を行っていますが、将来の商用利用には100倍以上の規模の設備規模となることが予想されています。ハードでは、 船や貯蔵の大型化を進めていきますが、運用面でも安全な取り扱いに向けたノウハウの蓄積が重要です。これまでにない規模の液化水素を扱うことになりますので、現在行っている技術実証で課題を洗い出していき、2030年に向けては新たな開発、商用実証も必要になります。 国内でも CO2 フリー水素によるサプライチェーンの構築を目指します。福島県では太陽光発電による水電解水素を利用した水素供給拠点を整備しています。太陽光は発電量が安定していないことが課題ですが、発電に必要な太陽光の供給と水素製造バランスを需給に合わせて調整することが実証されています。 水素製造能力は1時間あたり1200ノルマルリューベあり、すでに水素ステーションなどへの供給が行われています。水素の需要拡大には運輸部門での利用も重要です。現在、日本国内では6000台以上の FCV と 約100台の FC バスが走行しています。現在全国約160カ所の水素ステーションのうち、岩谷は53カ所の整備を行っています。現在の課題は、機器の信頼性向上、ステーションの建設、運用における規制の見直しです。 水素ステーションの整備はさらに拡大していきます。岩谷は現在53か所の水素ステーションを2023年までにさらに30箇所増やし83か所まで拡大させます。今後、FCV は FC バスやトラックなどへの大型化していく方向です。ステーション事業者としては水素供給量の拡大が見込めますが、 設備の大型や冗調性など、設備コストは増大していくことになります。運輸会社や FC トラック製造者と連携して、需要や車両の使い方をよく議論し、最適なステーション規模や運営方法を検討していきます。そして、高速道路や運輸倉庫近辺への大規模水素ステーションの整備に注力していきます。 水素の使い方の一つに、船舶や鉄道といった利用拡大も期待されています。2025年、大阪・関西万博では、都市部と万博会場を結ぶ燃料電池線の運行も計画しています。オランダのアムステルダムにあるような観光船のイメージです。燃料電池線用には、技術基準を整備していくための議論が必要です。 水素社会の構築には、盤づ作りも重要です。水素に関わる生産から消費者まで、多くの企業とともに、水素の世界の実現を目指します。この日本水素協議会は、200社以上が参加しており、水素普及方策の提言を行うなどの議論を行っております。最後になりますけれども、岩谷は、 水素社会に向けてグローバルサプライチェーンの構築を行っていきます新しい水素マーケットと需要を生み出し岩谷は低コスト CO2 フリーの大規模供給チェーンを構築してまいります以上ですご清聴ありがとうございましたはい清谷様ありがとうございました えー、テクニカス・レウニダス社のーヒート・トランスファー・ディビジョンビジネス・デベロップメント・マネージャーのミゲル・アンヘル・ベガ様にシャイン・フリート・ユース・オブ・ハイドロジェン・イン・ヘビー・デューティ・ービークル・フリーツについてご応援いただきます。では、ベガ様、よろしくお願いいたします。 カト様ご紹介どうもありがとうございましたまたネド様 CDTI 様今回の発表の機会をいただきましてどうもありがとうございます私はミゲル・アンゲル・ベガと申します熱伝導部門事業開発マネージャーでございます 世界における水素についてそして特にモビリティ分野についてのお話をしたいと思います。弊社は世界中における複合工業プラントの設計と建設管理分野で世界的にトップに立っております。6年以上の経験と 成功に建設を終えた1000件の工業プラントの実績がございます。70カ国世界70か国以上にプレゼンスがございまして、特に安全に注力しております。インシデントや安全上のトラブルがあってはいけません。 インンシデントゼロを目標としております。私どもの主なビジネスラインですけれども、石油、化学、オイルとガス、特に石油生成、そしてエネルギーと水部門に携わっております。 そして数年前に経営陣に直接報告義務を持つエネルギー返還委員会が設立されまして脱炭素、排出削減、循環経済及びエネルギー効率の改善と関連したすべてのイニシアチブの管理、調整を担当することになりました。そして世界中、中東において特にトップに立ちましてスペイン、ヨーロッパ。 アメリカ合衆国アジアでまたラテンアメリカでは言葉が共通です。そうした地域で活動を展開しており、それぞれの国において事務所を持っております。スライドにありますように、水素生産プラントも手掛けておりまして、水素生産毎時10トンの典型的なプラント。 そして、ウネズが毎時1トンのブランドモデルです。弊社は数十年にわたり水素プラントを建設しており、将来にわたり水素生産プラントを建設し続ける以降です。石油生産における活動は重要で、EPC など の活動を行っていますそうしまして、その中ではデザイン設計から始めまして、そして全ての EPC 事業を完璧に行うことができます。調達、デザイン調達、それから建設、オペレーションに至るまでカバーすることができます。そして、また、であの 言います RD の部門も持っておりますそうした部門で成熟でない今だ技術がございますそうしたものをこちらで試験をいたしまして実用化していくわけですそして 全てのテクノロジーの価値において概念設計から産業展開に至るまでの全ての段階においてのテクノロジーパートナーと考えていただいてよろしいかと思います。で、そういうことで RD で、まあ、100名以上、えー、大学大学院などで研鑽、えー、を積んだものがやっております。でそしてまたあ 技術の成熟度レベルが中程度あるいはあの場合で,ではプロジェクトに対応いたしまして、えー、テクノロジーをスケール化しパイロットまたはデモスケールで実験していますそしてまた TRL が高度の場合は実写または他社のテクノロジーを取り入れて EPC 短期プロジェクトを実施することができます 私は資産を取り扱うのではなくて、お客様のために私たちはテクノロジーを提供いたしまして、そしてお客様がそれをオペレーションするというような形になります。それではエネルギー転換における水素関連のプロジェクトの実績についてお話しいたします。 パワー2グリーン H2 マヨルカということで、これは水素エコシステムにおけるエンジニアリングサービスです。再生可能電力による展開から水素生産、ガス、供給網に水素注入、水素充填ステーション、そしてその他のステーションへの水素の輸送。 すべてをカバーする水素のエコシステムです。これをマヨルカ島で行っております。これは実行中のプロジェクトです。次のアドバンストメタノールアムステルダムというプロジェクトです。これはバイオマスのガス化によりグリーンメタノールのセンサーをいたします。これは 燃料の CO2 の排出を減らすためのプロジェクトです。s y s c a r p o というプロジェクトなんですけれども、これは10年近く続いているプロジェクトでございまして、CDTI の資金援助を受け、バイオエタノールを排出し、燃料電池の電気となる合成ガスを生産しております。 これは弊社がさまざまな燃料電池やリフォーマーの設計を試験しております。そしてこの設備は8年間、数千時間の稼働に成功しております。そして燃料電池用の水素をメタノールを生産できるリフォーマー。 を所有しております風力発電機のブレードのリサイクルのプロジェクトです対応年数の過ぎたものをガス化を及び熱段階により処理しますそして最後にシャインフリートこれも CDTI の資金援助を部分的に受けております えま革新的なソリューションで水素に基づくスマートモビリティですえ、これは大型トラック用のプロジェクトですえ、このシャインフリートについて少し詳しくご説明したいと思いますこのシャインフリートというプロジェクトは弊社がリーダーとなって行っているプロジェクトです これはスペインの産業研究の一例でございまして、水素バリューチェーン全体をカバーしております。えーとえー、ミッションプログラムの枠内で CDTI から一部資金援助を受けております。で、ス,、えー、スペインの6社、六か社の研究センター。 が集まりましてそして弊社が指導してプロジェクトを行っております。それではこの活動を少し内容を説明していきます。まず弊社が水素の生産を主導いたします。小さなコンパクトな 水素を生産装置ですオンラン。オンサイトの水素生産ということで、えー、グリーンな水素を生産します。<noise> ね、そして、オンサイトであるということで、まあ、輸送を。輸送 <noise> コストを下げることができます。 そして CO2 を取得しまして、するための複数のテクノロジーがございます。そしてアビアという会社が協力いたしまして、そして燃料電池車をこのプロジェクトに取れることができるわけです。そしてまた新しい貯蔵の デザインを行います FM ロジスティックという会社も参加しておりましてこちらはフリードとのコミュニケーションを担当しておりますそしてえいしたプロジェクトがさまざまな会社が参加しているんですけれどもその中で すべての水ス素スバリューチェーンをカバーした一つのシステムを構築していきます。そしてまた研究センターも参加しております、マドリッド大学、あるいはバレンシアやバルセロナの研究施設もこちらに参加してくれております。 そして CDTI の援助で行われているプロジェクトですそれではこのブラシトにおける研究についてお話ししますまずカーボンフットプリントの低いマルチ燃料水素生産に全て関連した研究です さまざまな生産源から水素を生産する、バイオ燃料の開出、バイオマス、バイオメタン、バイオメタンがある、および触媒の開発を行います。水素生産の小生産源のハイブリッド化の調査、電解も含ります。でまた水素の純化も行います。えそしてまた、 CO2 を捉えるテクノロジーについての研究も行っております。APSA、圧力スイング吸着、また、高分子膜、イオン液体などについての研究も行っておりますで。こうした形で分散電源で水素を活用していく研究を行っております。 で先ほども申し上げましたように一つのシステムとして統合されたシステムの中で水素を利用していくことを考えておりますそしてこのプロジェクトの主要な課題ですこれは、えー CDTI の現状で行っているそのミッションというプロジェクトですね。そうしますと、一定の品質を保っていかなくてはなりません。そういうことで、指標の達成ですね、KPI をちゃんと守っていかなくてはなりません。ということで、脱酸素の KPI、そしてまた健康 KPI ということで、窒素酸化物。 硫黄酸化物、一酸化炭素、その他の気発性化合物の排出量の削減をしていかなくてはなりません。そしてまた、スマート KPI ということで、監視、分析、制御、自動運転などの関連に関連するサービスもします。そして補足 KPI ということで、コストの削減、そしてその他の存在する選択肢との比較をしていかなくてはなりません。 でそういうことでオンサイトの水素生産のこのシステムが挙手力のあるものにしなくてはなりません。そして次の課題なんですけれどもえこれはあ大型トラック燃,燃料電池の自動運転車をお 作っていかなくてはなりません。要するに TRL5 レベルのプロトタイプを構築していきます。そして、また水素生産の循環のための TRL4 から5レベルのシステムも開発していかなくてはなりません。 まあのバイオの生産源で行う生産となります。そしてまた、この本水素プロジェクトで水素のバリューチェーン全体の統合及びシステムのスマート制御及び グローバル戦略を検討していきますフリートの需要に従いまして最適化していく必要がありますそして最後に日政官の協力についてのアイデアですけれども私どもといたしましては様々な可能性があると考えています 具体的には水素の生産です。さまざまな生産源からの水素のセンサーということです。水素稼働の大型フ,ローフリートにおいての協力プロジェクトを考えることができると思います。で、初生産源からの水素の生産システム、生産源のハイブリッド化とスマート制御。 フリーと生産を一体化したシステム管理などが考えられると思います。スペインはグリーン水素プロジェクトは大変競争力のあるものとなると思っています。国際エネルギー機関によりますと、 ヨーロッパ内でも競争国において屈指の国であるからです。えそしてまた地理的にも戦略的に優位な位置にあります。ヨーロッパ中南米及び北アフリカへの門戸でもあります。弊社はヨーロッパ及び南米、さらには 南米要するに言語が共通な南米地域さらには中東において大きな実績を持つエンジニアリング会社でございますのでその地域でも協力できると思います。こうした地域においてテクノロジーの導入を考える場合は最良のオプションと言えます。まあ、世界全体で協力を日本とすることができれば私どもとしては幸いに存じます。 えー、この機会をいただきましてどうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。えー、次にスイス供給利用技術協会ハイサット理事事務局長の池田哲文様にテクノロジーズ、スタンダーズ、アンドレギュレーションズフォーハイドロジェンリフィーリングステーションインジャパンについてご講演いただきます。では池田様よろしくお願いいたします。 藤様、紹介ありがとうございます。あ皆さん、こんにちは。私はハイサットの池田と申します。今日はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、ここに示しております、日本における水素ステーション関連の技術、基準及び規制という題目で発表いたします。 本日ご紹介する内容は以下のとおりです。まず、私どもの組織の紹介をさせていただきます。その次に、水素ステーション HRS と規制、基準に関する概要。3番目に燃料電池自動車 FCV と水素ステーションの普及状況。4番目が規制見直し。最後が普及拡大に向けた取り組みです。 初めに私たちの組織についてご紹介いたします。一般社団法人水素供給利用技術協会略称ハイサットといいます。その前身は水素供給利用技術研究組合であり、2009年に設立され、水素ステーションの実証研究等を担当いたしました。 2016年に一般社団法人に組織を変更して現在に至っております。代表者であります会長はエネオスの見渡し。現在の会員数は48社団体でございます。私たちの事業目的は、ここに記載のとおりですが、一言で言えば、 FCV などの移動対応の燃料としての水素供給インフラに関わる業界団体ということができます。私たちの主な業務は次の通りです。まず技術研究開発で主に のプログラムによる水素ステーションに関連する技術研究開発を実施しております。次に私たちは ISOTC197 水素技術の国内新規団体としても活動しております。その次からは業界団体としての活動ですが、商用水素ステーションの支援や 安全、教育、研修活動、さらに技術ガイドラインの制定、管理や各種タスクフォースの事務局を務めております。また、展示会参加等の広報活動も進めております。ハ i s a t の組織体制は下の図に示したとおりで、現在、 の職員数は13名で運営をしております。続いて水素ステーションの概要や規制基準についてご説明いたします。この図は商用水素ステーションの設備構成を示しています。水素は外部から運んでくる または敷地内で製造することになります。運んでくるタイプをオフサイト型、敷地内で製造するタイプをオンサイト型と呼びます。その後の設備はオフサイト型もオンサイト型も同じ構成となります。まず水素,水素圧縮機で 圧圧圧力82メガパスカルままで圧縮されれ器に貯められます水素は、蓄圧器からディスペンサーを通して FCV に充填されますが、その際、FCV 内の水素タンクの温度上昇を抑えるため、約マイナス40度 C まで冷却されます。 FCV に充填される水素の圧力は 15°C において最高70メガパスカルと決められております。もし FCV の水素タンク内の温度が 15°C より高い場合にはこの70メガパスカルより高い圧力となりますがタンクに許される最高圧力はあ最高温度は8 5 ° C ですのでその時の圧力が許される最高圧力の87.5メガパスカルとなります重要なのはこの場合でも15度 C に温度が下がった時には70メガパスカルを超えてはいけないということですこれは世界共通の規格となります 水素ステーションは安全性確保の目的で法規や基準、規格が定められています。法規の中で最も代表的な法律が高圧ガス保安法です。その他、消防法、建築基準法などが関わってきます。 法規の次に基準規格があります。これらは基本的に遵守義務はありませんが、安全上、あるいは技術的に重要な判断基準が示されています。この中には国際規格から業界規格までいろいろなものがあります。このほか自主ガイドラインと呼ばれるものがあります。 私たちハイサットでは、業界の自主的なルールとしてのハイサットガイドラインを水素ステーションにおける水素品質や計量管理、充填性能等について対して定めております。続いて FCV と 水素ステーションの普及状況について最新のデータによりご紹介いたします。こちらは FCV の登録台数の推移を示しております。8月、今年の8月末現在、6427台の FCV が登録されています。内訳は未来が6151台。 クラリティが台です。トヨタの未来については、昨年12月に新型未来が発表され、その後、登録台数、順,順調にこのように登録台数を伸ばしています。 これは国内の地域別の商用ステーションの整備状況と FCV の登録台数を示したものです。ご覧のとおり、関東エリアがステーション数、FCV 台数で最も多くなっております。この関東エリアは首都東京があるところです。次が 中部エリアとなっておりますこの中部エリアにはトヨタの本社がございます。これらの関東及び中部地域と他の地域との比較においてはステーション数や FCV 台数において地域,差地域間の差が非常に大きいことが この表からわかると思います次に規制見直しの取り組み状況についてご説明いたしますえ文字が小さくて申し訳ございません右側の表に示した通り水素ステーションの普及に向けてこれまでいろいろな見直しが行われてきました この青い枠に示した高圧ガス保安法の見直しについては、えー、現在の FCV に充填が可能な常用圧力80メガパスカルの水素ステーションについての基準が新たに整備されました。さらに使用可能な配管用の鋼材の種類の拡大、 機器の設計係数の見直し、移動式や小規模ステーションの技術基準の整備、行動とディスペンサーの利確距離の見直し等の課題が解決されてきました。赤い枠に示した消防法については、ガソリンスタンドとの併設が 可能となる見直ししが行われました緑色の枠で示した建築基準法においては水素保有量の上限が撤廃されるなどの見直しが行われてきました現在は左側に示したような取り組みを進めております。 2017年に取りまとめられた規制見直し対象の37項目のうち27項目について見直しが行われました。新たに現在4項目についての見直しを開始しております。最近の成果としては遠隔監視による水素スタンド無人化や 保安監督者の兼任などの成果があります。最後に普及拡大に向けた課題についてご説明したいと思います。ここに示したように普及拡大の鍵を握るのは低コスト化と信頼性の向上です。左側に示した 規制の見直し、技術開発、標準化、規格化などをうまく組み合わせることにより、低コスト化、信頼性向上に寄与できるものと考えております。また、右側に示した社会需要性の向上、安全基盤の整備、教育訓練によっても信頼性が向上するものと思われます。 技術開発を進めるにあたり、水素ステーションに特化した技術開発拠点として、水素技術センターが NEDO プロジェクトにより建設され、2017年12月から稼働をしております。 水素ステーションに関する低コスト化に向けた技術開発につきましては、n e d プログラムとして水素技術センターにおいて検討が進められてきました。具体的にはここに示したナンバー1から8までの技術課題となります。詳細の説明は省きますが、安全を確保しつつ、 コストダウンを図ること、さらに将来の普及期に向けて高頻度の充填を可能とする技術開発は極めて重要です。コストダウンとともに機器の信頼性安全性を確保し耐久性を向上させる技術開耐久性を向上させるための技術開発も重要です。 水素漏洩が発生する箇所を調査した結果、水素ステーションの各機器におけるシール部や杉手部において漏洩の発生が多いことが分かりました。この原因究明と対策を行い、長寿命かつ信頼性の高い技術開発のための値動研究が進められております。 最後に水素燃料電池についての国の戦略を示します。これは2019年3月に示された水素燃料電池ロードマップです。字が小さくて申し訳ありません。このロードマップにおいては、水素ステーションや FCV 等の数値目標に加えて、コスト目標が新たに示されました。この数字の達成に向けて、 水素ステーション関係者は日夜努力を続けております。本日発表した内容がスペインにおける水素インフラの普及の参考になれば幸いです。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございい、ましたはい、池田さんありがとうございました。 では、次が本日最後のご講演となります。ハイパーバリーク社の H2 プロジェクトマネージャー、ダニエル・バジョロカ様に、ハイプレッシャー・ハイドロジェン・コンプレッション・テクノロジー、キー・トゥ・ダ・ニュー・エナジー・エコノミーについてご講演いただきます。では、バジョロカ様、よろしくお願いいたします。 皆様、おはようございます。日本の皆様、こんにちは。高圧、えー、水素は宿技術、新エネルギー、経済の鍵と題するこのプレゼンテーションの機会をいただき、どうもありがとうございます。ダニエル・バヨルカ・ホエスと申します。ハイパーバリックのプロジェクトマニュアルです。 1000、えー、バールまでの圧力で水素の圧縮を行うプロジェクトを扱っています。CDTI さん、NEDO 様,、まあ、様及びスペイン水素協会に今回のイベントにご参加の皆様に発表する機会をいただきお礼を申し上げます。発表があのにご関心を持っていただけたら幸いです。えー、ハイパーティック・ハイプレッシャー・テクノロジーという私どもの会社はブルゴスに所在する会社で。 HPP ・高圧処理技術のリーダーとして20年の実績があり、マーケットシェア60%、世界中で300台の設備を設置しております。売り上げは5000万ユーロ以上、当社のチームは120名以上で、ブルゴスの主な施設、およびアメリカ、アジア、そしてオセアニア地域。 にオフィスがあります。社員の多くが大学卒業、あるいは博士、博士課程を終えたものが10名おりまして、家庭在学中が1名おります。イノベーションとテクノロジーと密接に関連した会社でありますので、RD への投資が最重要であると考えております。で、1800万ユーロ以上の投資を行い、 RD 研究開発のプロジェクトに参加してきました、えーと。弊社の価値観を認識し、それを維持し、専念してきたことが弊社を現在のチームで導いたものと考えております。えー、私どもの任務は健康な食品を販売するためにお客様のニーズを信頼性を持って満たすことであり、ヒューマンチームの発展を促すことであります。 でえビジョンとえいたしましては、ああえその私のもの,の価値観としては、レアリビリティと信頼に基づくお客様志向です。え熱意、コミットメント、チームワーク、質素さ、透明性も大切だと考えております。 ハイパーバリックハイプレッシャーテクノロジーと弊社は3つのビジネスラインがあります。HP テクノロジー、高圧処理。これは6000バールの圧力をかけ、容器内にある製品を に高圧をかける処理です。化学処理や熱処理をせずに食品の使用期限が増します。これがより自然な処理方法で食品の本来の感の特性を保たれます。この技術はもともと包装された製品に適用いたしますが。 弊社の研究において HPP バルクテクノロジー、えー、つまり包装されていない製品に圧力をかけるテクノロジーを初めて達成し生産性を大幅に向上することができました、えー、この高圧利用の機械ラインにおきまして高圧流体の処理の知識と高温処理技術の開発によりまして HIP というテクノロジーを開発しました具体的にはアルゴンを2000バール1200度で使用し材料の熱処理をしますこのテクノロジーは現在急成長している 3D の負荷製造分野において特に関心が持たれています 両テクノロジーの相乗効果により、その他の成長技術では達成不可能な形状で、え、良き度の高い機械的特性で完成部品を得ることができます。え、最後に世界の新しい経済の発展にそのテクノロジーを取り入れることがを視野に入れまして、輸送においての利用目的で水素圧縮テクノロジー HPP を開発いたしました。 これは6000バールの圧力に達することができる水圧圧縮機の水圧縮機の開発が含まれています。この実績とビジョンによりまして水,力の圧力水素の圧力を20バールから1000バールまで上げることができます。じゃあではなぜ水素を圧縮するのでしょうか。 水素は基地の燃料のうち最大の発熱量があります単位質量あたりの発熱量についてです。比較してみますとガソリンの発熱量の3倍そして石炭の発熱量の4倍以上になります。 残念ながら体積で換算すると状況はまた変わってしまいます水素は大気中ではあ気体ですそうしますと単位質量あたりのエネルギーを単位体積あたりのエネルギーに換算すると図のようになります水素は他の燃料と比べ3桁ほどエネルギー量が少ないことになります ですからあのグラフにも現れないくらいの少量になってしまうわけです。しかしながら900バールまで圧縮するとそのエネルギーは粒米当たり5.5ギガジュールまで増加します。その他の燃料と比べて少ないですが、比較が予約可能となり実行可能となります。液体水素も選択肢に考えられますけれども。 取得エネルギーは粒米あたり7キログラムで、気化プロセスの効率がとても低いので、単中期的な展望においては、従来の燃料の代替とは考えられません。弊社の水素コンプレッサーの主要な部分はマルチプライヤーです。 ピストンにより300バルの油圧を1000バルの水素圧に変化します。そして安全を保つために、 漏洩がないように設定されております。そしてシリーズで生産ができるようにも考えられております。でオーバーヒートも回避し、角のエネルギーロスなしに油圧を正確に制御できます。でこれは主に輸送部門での利用を考えております。 弊社のコンプレッサーは異なる2キの部分があります。ネピストンがありまして、えー、300バルの油圧を1000バルの水素圧に変換します。えー、そして、えー、流量を 制御してエネルギー効率をよくするわけです。こうしまして、デザインはコンパクトで、この油圧とシステムとそれから水素の 物理的分離が行われましてオイルフリーの特性を得ることができます。そして、システムにはリザーバーがなく使用するオイルの量を最小限にしてオイルに使うエネルギーを最適化します。この設計により効率の良い生産ができることになります。そして、安全のコミットメント、そしてお客様、 の満足を満たすためにこの圧縮システムは民間向けの利用において必要な安全の4件を全て遵守しております。そしてその水素の漏れの自己診断もできるようになっており、インシデントが生じた場合は自動的に安全状態に移行することができます。そして異なる2機のマルチプライヤーを開発しました。 あ様々な多くのプロジェクトに目合うように街路内で組み合わせができます1機は入り側で40から200バールまで1000バールまでの圧力の水素を出しますそしてトラックで輸送された水素を貯蔵し水素ステーションでの利用を考えています そして2期目はシリーズで利用することを考えた電解による水素生産システムです水素生産の大きな施設に統合されることを考えていますこの出口圧力は水素輸送トラックの再受電用に設計されています 協力の可能性といたしましては、スペインとの、日本との間で、水素を循環型の経済、そしてエミッションを減らす社会のために貢献できる技術を持っているので、そうした意味で貢献できると思います。 スペイン側から充電ステーションに圧縮テクノロジーを提供することができますで。日本の皆様には水素の最終利用手段として輸送技術における先端技術を展開していただけると思います。そして中期的には両国の協力は相互の活動となり、水素ステーションの設置に取り組み、水素の最終利用手段を 民間及び産業部門でで提供すするることができるとがき思います民間利用の他に水素をベースとしたエネルギー経済を展開するためには産業においても水素が利用されていかなくてはなりませんそこ。そのためには産業用に水素を直接電力に変換する実証プロジェクトをさらに進めていかなくてはならないと思います。 現在のエネルギーモデルを水素ベースのモデルに変えるためには、化石燃料と核燃料に基づく現在の規模のシステムと競争し、水素生産と消費が量的に大規模にならなければなりません。エネルギーとして水素の貯土と利用に基づく中小,小中規模の産業向けプロジェクトに取り組んでいく必要があると思います。どうもご清聴ありがとうございました。これで私の発表を終わりにいたします。 様ありがとうございました、えー、おかげさまでこれで、えー、ご講演は終了となりますでは本日最後にそしてこのワークショップ最後に NEDO 国際部統括主幹で JSHIP のエグゼクティブコーディネーターも務めます平井豊よりクロージングリマークスを述べさせていただきますでは平井統括よろしくお願いいたします いいですかえただいまご紹介に預かりました、えー、新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDOCDTI 合同ワークショップの閉会にあたりジャパン・スペイン・イノベーション・プログラム JSIP ステアリング・コミッティの日本側エグゼクティブ・コーディネーターとしてご挨拶申し上げます。 まず、ハビエル・ポンス事務所総長をはじめ、今回のワークショップ開催と運営にご協力いただき、ご尽力いただきました、えー、スペイン産業技術開発センター、CDTI の皆様に厚く御礼を申し上げます。また、スペインと日本の両国から、 キーノートセッション、並びに技術セッションにご登壇いただいた皆様、そして2日間にわたってご視聴いただきましたスペイン、日本、並びに世界各国の参加者の皆様に心より御礼申し上げます。今回の NEDOCDTI 合同ワークショップのテーマは水素ということで基調講演ではネットゼロに向けた水素利用の進展についての両国の状況に関してまた技術セッションではグリーン水素の生産やモビリティにおける水素の活用に関わる産業技術開発における両国での最先端の取り組みに関して ご報告いただきましたまた本日 CDTI と n e d が両国のイノベーションの促進に共同で取り組んできた即席についてもご報告させていただきましたコロナ禍のもと残念ながらオンラインでの開催となりましたが多くの方々にご参加いただき 本ワークショップをを開催できたことを大変嬉しく思っております昨日のキーノートセッションでの根戸大平水素電池室長の報告にもありますように日本政府は2050年でのカーボンニュートラル達成を目標として掲げ目標達成のためのグリーン成長戦略を作成し 2兆円約150億ユーロ強のグリーンイノベーション基金を設立しました脱炭素社会脱炭素社会の実現のためにはさまざまな分野での産業技術革新とその社会実装が必要となりますグリーンイノベーション基金は2050年でのカーボンニュートラル達成のために 必要とされる研究開発活動を支援するために使われその予算執行をネドが担当することになります水素の生産・供給並びに利用技術もその中の一つでありカーボンニュートラル達成に不可欠な要素技術であります 今回のワークショップで日本、スペイン両国でのさまざまな水素に関する産業技術革新とその社会実装への取り組みを多くの皆様にご紹介できたことは大変有意義でありました。その中でトヨタ自動車様より 車載用燃料電池の技術開発に関するご報告をいたただきましたこの量産車として世界初の高級セダン型燃料電池自動車に付けられた名前が未来スペイン語でフトゥルオであることに象徴されますように脱炭素化社会実現のための産業技術開発は日本スペイン両国だけではなく 地球の未来そのものを守るる取り組みであると考ためにそのためにはネドは水素をはじめとするさまざまな技術開発を CDTI を含む各国機関との協力のもと地球規模で支援してまいりたいと考えます次回第11回は日本側主催者ネドの 運営による開催となります日本でもワクチン接種の進展により9月以降のコロナ感染者数は大幅な減少を続けております次回開催までにはコロナパンデミックが収束し東京での実開催が必ずや実現すると思っております第11回 NEDO CDTI 合同ワークショップではスペインの皆様を東京にお迎えできることを記念いたしまして閉会のご挨拶とさせていただきますご静聴ありがとうございました NOS VEMOS EL PROXIMA TACHEL EN TOKYO GRACIAS PORTS a t e n t i o n はい、えー、平井統括ありがとうございました これで2日間にわたるワークショップのプログラムをすべて無事終了することができましたご講演者の皆様ご視聴の皆様に深く感謝申し上げますご講演についてご質問のある方は CDTI のワークショップウェブサイト上にありますインクワイリフォームにご記入をお願いいたします NED および CDTI が 講演者ににお届けししってご回答するように提案いたしますまた本日あるいは昨日の講演資料は姉 e および CDTI のウェブサイトに後日掲載される予定ですさらにワークショップの模様は YouTube 上の CDTI の CDTI チャンネルでご覧いただくこともできるのでご案内いたします最後に このワークショップを契機に水素についての日本スペイン両国間の共同研究開発が促進されることを切に願います平井からも申し上げましたとおり次回第11回の CDTI でのワークショップは来年度以降日本で開催の予定ですコロナ禍が収まり次回は実開催されることをお祈りいたします2日間にわたり ありがとうございました。ではこれで失礼いたします。さようなら。